ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションアップして光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところであります。今日は2024年、6月の2日日曜日です。今日大リーグのドジャース対ロッキーズの対戦がありました。そこで今日大谷翔平は2番 DH で先発です。まあ大谷翔平といえば6月はガンとすっごく活躍する月であります。大リーグでは今日が6月1日に当たります。それで今日は大谷翔平、2番 DH で、3打数1安打1四球1盗塁というのがね、今日の成績であります。そして今日の1の盗塁はですね、シーズンで14個目ですね。これがなんと大谷翔平が大リーグ通算100盗塁となりました。いやー、足で見せますね。そしてまあ良かったのは足に球をぶつけられてちょっと調子がちょっと落ちたんですよね。で今日のまあ走るのを見てね、まあこの足抜けた球、この痛みはというかこの負傷はまあ癒えたのではないかと。あれだけ走れる足がね見せられたということは、まあその影響はここらで払拭したのではないかというのがね、まあ嬉しかったですね。そして今日の1安打はですね、なんとこの当たりがすごい当たりでね、二塁の横を、まあ、抜いていったんですが、もう審判にあわや当たらんとするというところは、なぜそうなったかと言いますと、打球速度がなんと182キロというね、すっばらしい打球速度ですね。もしこれが角度がつけばね、カーってもうホームラン性当たりになるんでね、ちょっとまたホームランの期待が、ま、あの打球の速度を見てね、膨らみました。そして6月は、まあ、大谷翔平の月だということでね、この次はホームランが狙えるんではないかなというのね、そんな予感をする今日の打撃でありました。またこの調子をぐっと上げてきてね、まあ、今日の一打を見ながら、あの通りを見ながらモチベーションがアップしてきましたね。明日はいよいよまた次の打撃、打撃はホームランが期待されるというんでね、楽しみであります。